ゴードン・ストラカン、ゴードン・デイビッド・ストラカン OBE、ゴールドン・デイビッド・ストラカン OBE、1957年2月9日帯は、イギリス・スコットランド出身の元サッカー選手、サッカー指導者。選手時代は、ダンディ・ー FC、アバディー FC ・ーフシマンチェスター・ユナイテッド、リーズ・ユナイテッド、コベントリー・シティでプレーし、右サイドのプレーメーカーで、技巧派プレイヤー。 スコットランド代表としても50試合出場。現役引退後、サウサンプトンの監督を経て、2005から06シーズンよりセルティック FC の監督に就任。就任の年にリーグ戦優勝と UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得。翌2006から07シーズンも2位のレンジャーズに圧倒的な差をつけて、首位を独走し、リーグに連覇。 チャンピオンズリーグのグループリーグでは、マンチェスターユナイテッドやベンフィカにホーム勝ち、チャンピオンズリーグのベスト16に進出した。これら監督としての手腕が評価され、2006年2007年に2年連続で国内最優秀監督賞を受賞した。2009から10シーズンから、フットボールリーグチャンピオンシップ、イングランドに武装当のミドルスブライフシー監督を、 勤めていたが、2010から11シーズンは、開幕から調子が上がらず、10月18日に辞任が発表された。2013年1月、スコットランド代表監督に就任。スコティッシュプレミアリーグの特徴は、オールドファームの2チーム、レンジャーズとセルティックの2強として知られるが、アレックス・ファーガソン監督が、アバディーンの監督を務めた190年代前半は、 アバディーンの前世紀で、その中心選手が、スコットランド代表の中心選手でもあった、ストラカンだった。ファーガソンとストラカンに率いられたアバディーンは、リーグ制覇、2回スコティッシュカップ、3回 UEFA、カップウィナーズカップ UEFA スーパーカップを制する、前世紀を迎えることとなった。身長が170センチメートル弱と恵まれた、体育ではないながらも、 徹底的に食事管理に気を使い、節制をし、相手となるべく競り合わないで早くパスを回す。パスをなるべく良い体勢で受けてから得点を狙う、のためにもよく走るという三つの基本を、徹底的に繰り返した結果、スコットランドのみならずイギリスを代表するプレイヤーになった。小学生の時ペンを右目に突き刺し視力障害、網膜劣行による強度弱視を追い、 ほぼ失明状態であった。しかし現役中は、その事実を隠したままプレーを続け、ついには、イングランド年間最優秀選手、FWA91 年。リーズの FW として、優勝に貢献。さらには、スコットランドサッカー協会伝道の栄誉を獲得するほどの選手となった。片目半応でこれらを獲得した選手はストラカンのみで、ある。 セルティックの監督に就任した当時、チームは中盤を省略するタイプのサッカーをコンセプトしており、技巧派のプレーメーカーとして知られたストラカンにとっては、それは不満が大きいサッカーだった。中盤をつなぐサッカーを実現すべく、ストラカンはイタリアセリエへのレッツィーナに所属していた中村俊介の獲得に動く。ストラカンは中村に対し、グラウンド上及び、 チーム世代間のギャップを埋めることができる選手であり、彼が一び、クラブ本拠地のセルティックパークでプレーすれば、なぜ私が彼にここまで就寝したかをすぐに理解できるだろうと期待感を述べた。中村がセルティックに入団すると、すぐに先発起用し、怪我か病気でない限り起用を続けていた。2005から06シーズンにスコットランドリーグカップを制した試合後、 二得点のショーン・マロニーについて尋ねられたにもかかわらず、それよりも中村のプレーを見たかいと延々と中村を絶賛した。また、中村がリーグ戦でビューティフルゴールを決めたとき、その中村のゴールを見て思わず、彼は天才だと発言した。2007年、リーグに連覇を決めた試合後に、メディアに対してストラカンは、周囲が言う通り、中村はタックルができない。 ヘディングもできない。それがどうした。彼は天才だ。とコメントしている。同シーズンに中村はマンチェスターユナイテッドを相手に2試合続でフリーキックでゴールを決めるなどしてチャンピオンズリーグのベスト16進出に貢献し、個人でもスコットランドピーフ年間最優秀選手賞とスコットランドサッカー記者協会年間最優秀選手の双方を獲得して、 自身の欧州での選手キャリアの中でトップレベルとみなせる結果を残した。ストラカンと中村は2008から09シーズン終了後に両者ともセルティックを離れたがリーガエスパニョーラ、スペイン一部リーグの RCD s スパニョールに入団した中村がチームの中で実力を発揮きず出場機会が減少したのを見ると2010年1月に ストラカンが率いるミドルスブライフシーはエスパニョールに対してレンタル遺跡の正式オファーを出した。しかし中村はこれを拒否してエスパニョールへ残留しその後2月に J リーグ一部の横浜 F マリノスへ遺跡した。通算55楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。